どうも、ヒロムニエルです。今日はですね、皆様にご報告がございます。私、個展を開くことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。この日を待ち望んでおりました。インスタの方をね、見てる人にはわかると思うんですけども、あのね、まあちょくちょく写真を撮っておりまして、私こういう被り物とかやっておりまして、それの個展、写真展なんで、あの写真を並べるのはもちろんなんですけども、こういうあのもの、今このかかってる洋服もそうですけど、まだ残ってるものあるので、その実物のものも並べてね、もう皆さんでお話ししようじゃありませんか。でですね、ご報告は一つではございません、今回。なんとですね、写真集第2弾も発売します。ありがとうございます。こちらでございます。奇人変人写真集ベストフォト2020。前回は2019年版だったんですけども、今回は2020年版ということで、もういいでしょこの色、黄色よ。今回イメージ的には、あの雑誌をイメージして作ったんですよね。雑誌の表紙、ちらっとお前見せましょうか。いきますよ、一瞬ですよ。はーい、はい、終わりです。写真集もやって、個展もやって、もうなんかいつ死んでもいいんじゃないかっていうぐらいの幸せな気持ちになっております、今。はい、こちらはね、まずは個展の方で、販売して、その後あの生まれ通りネットの方で販売しようと思っております。ぜひ私に興味がある方はぜひ、はい、チェケラッチョしてください。でですね、今回これだけではございません。なんと、私、初のオリジナル T シャツを販売します。すごいね、今回盛りだくさんですよ。まあ見ていただくのが一番早いんですけども、その前にですね、ちょっと今回ね、この個展に並べる写真もそうですけど、 T シャツの方も担当してくださった太陽印刷さん、ここが素晴らしいんですよ。またこちらの会社のキャッチフレーズ、水と空気以外なら印刷できます、どういうことと思ったんですけども、もう何でも石とか木とか、もう何でも印刷できちゃうんですよ。そんなとこあるんですか、他にあるんですかって言ったら、いや他にはないかもしれないですみたいな、あマジですかという、ということで、その印刷がですね、ほんとさっき届いたんですよ。で、私まだ見てないんですよ。 T シャツも含め、飾る写真、そしてポスターもあります。ちょっと見ていっていいですか皆さん。私の感動とともに皆さんにお届けしたい、はい、リアルな反応をお届けしたい。レッツゴー。ちょっとでかすぎて画角に入りませんけども、これがまずポスターと写真が入っているそうです。まず開け方を教えて。これが、個展のポスターになるわけです。じゃじゃーん、かっちょえ。奇人変人写真展、こうめっちゃ綺麗じゃない。で、今回はこれ外に貼るつもりだったんで、なんかゆぽしっていう濡れても大丈夫な紙にしてもらったんです。めちゃくちゃええやん。画質よ。いやー、これすっごい目立つよ。これはこれちょっと貼っといて。ほら、こちらトイレットペーパー、超でかい。あ、実物ぐらい。あ、実物です、実物ぐらいです。じゃじゃん、こんな感じでございます。こちら木、はい、こちら伊勢丹、リッツ、チュッパチャップス、紫野菜、皮です、レザー、黄色野菜、赤い野菜、そしてこちら朝日さん、ストロー。めっちゃ綺麗よ、マジで素晴らしい。うんしゅー、続いては T シャツです。うわー、かわいい。今回の T シャツのデザイン、こちらでございます。ドン。みんな分かってる？これの意味。紫の野菜、赤の野菜、黄色の野菜、スイカマンとか、このトイレットペーパーとか。そうなんです、今回今までの写真をキャラクターにしました。拍手乱開してんだよ。実はですね、これね、自分で描いたんです。ピーン。ほら、これ自分で描いたんですよ、本当に。その T シャツです。めっちゃいいやん、なんだこれは。で、今回ね、これのね、 SML、 そしてなんとキッズサイズ、120サイズをの4種類作りました。でね、生地感はね、ほんと
気持ちいい柔らかい生地です。あのシワになりにくいやつで、この印刷はインクで吹き付け型になってますんで、あのペタペタしないやつですね。もう一体化しちゃってるやつ、すごいでしょ。でちなみにここの上の文字はですね、あのよく見るとコスグラファって書いてあるんですね。熱くなってしまったよ。俺キッズサイズを見てみたかった。あ、かわいい。キッズサイズかわいい。え、めっちゃかわいい。何これ、キッズサイズとこれ普通の S サイズ、これ親子で着てたらどうよ。かわいい。でですよ皆さん、これだけではないんです。これっちは見てみましょうかね。かわいい。じゃじゃん、ブラックモノクロバージョンです。デザインは一緒なんですけど、モノクロバージョンにしたんですよ。白い方はちょっとかわいい、かわいい系だなと思って、男性もし着たい方がいた時にちょっとかっこいいバージョンも欲しいかなと思って、まあ女性でも全然いいんですけど、これも素材的にも一緒で、あとこの印刷がちょっと違くて、転写型って言ってちょっとペタついてるやつですね。でもそれもまた光沢感があってめちゃめちゃいいですね。こちらのサイズがですね SML あります。キッズサイズはね、作ってないです。黒の方はやっぱ子供は明るい方がいいかなっていう勝手な考えです、ごめんなさい。あの白い方だけで120サイズご用意してます。いやマジめちゃめちゃ熱くなってきた。でですね、今回ねこれ作ってるところを見学、撮影 OK だったんで見学しに行ったんですよ。その映像をねちょっとご覧くださいよ、どうぞ。あーすごいすごい。おー、できた。めっちゃ綺麗。うわー綺麗。うわー大変だこれ。冷ますわけですね。うわーすごい。うわー綺麗。うわー、おー綺麗。はい、着るとこんな感じ。めっちゃ可愛くない？なんでね、このねキャラクターにしたかと言いますと、もともとね、普通のこういう自分の写真のね、やつは作ったことあるんですよ。自分が着たいものがいいなと思って、自分の写真がある T シャツって皆さん着たいと思います？ちょっと恥ずかしいですよね。自分じゃん、自分やみたいな。絵もねこだわりがあってですね、全部これコンパスで描いてるんですよ。輪郭丸、頭丸、メガネ丸、下書きは自分が描いてやったんですけど、そのまた上からね、そのちゃんとしたデータとして作るのは、前も紹介したリーグラフィーっていうねステッカーを前書いてくれたんですけど、その方がねこうやって上から綺麗にちゃんとデザインしていただきました。これで終わりだと思ってるだろう。通販番組みたいになってきたね。めっちゃ可愛い。先ほどのキャラクターのステッカーです。裏がこういう灰色っぽくなってる。これほらちょっとマットな、マット系わかるかな、この光に当てると。でこれがですね、今回なんとですね写真集に一緒についてきます。わかる？言ってる意味。前回の写真集の時は中になんだっけ、 AR 動画が入ってたと思うんですけど、今回はこのステッカーを、挟んで、はい、こんな感じで挟んで一緒に販売します。ちなみにこのステッカーね、この1個ずつ切れてないんですよ。このキャラクター全部1枚でつながってるんで、もしキャラクターごとにやりたい方は自分で切ってください。でこの丸々1枚貼りたい人は貼って、任せる人は飾ってみたいな感じで、なんかもう一気に喋って疲れたわ。もう太陽印刷さんありがとうございます。本当にもう土下座します。ありがとうございます。ぜひね、気になる方は太陽印刷さんのホームページの URL とか概要欄に貼っておきますんで、ぜひぜひです。はい、ということで話はね戻りましてですね、個展ですね、コロナ対策もちゃんとしっかり、それはもちろんやりますので、ぜひ皆さん足を運んできてください。時間とか日にちとかは、こちらですね、こんな感じでやろうと思いますので、ぜひ皆さん来てください。この T シャツはですね、今のところですけどもネットで販売する予定はございません。
あ、まあすごい欲しいとか地方の方とか来れない方とかねいると思うので、ください欲しいですっていう連絡がすごい多かったら、ネットで販売しようと思いますので、その時は多分受注発注になりますので、ちょっとね発送の方が時間かかるかなと思いますけども、まあね確実に欲しい方はね個展の方にいらしてもらうといいと思います。まあでも数にね限りがありますので、どんだけ売れるかもねまだ何にもわからないので、とりあえず L サイズ、カラフル、モノクロ両方ともですね、こちら10枚ずつ、そして M サイズ、S サイズは20枚ずつで、キッズサイズはカラフルの白い方ですねが10枚、なのでこれが個展で終わり次第売り切れになってしまいますので、まあね他のねことを決まり次第また動画撮るかもしれないんですけども、今のところこんな感じです。でね、今回のね個展のイメージはですね、鬼人変人の家っていう設定で、よく写真展とか行きますと綺麗に並べられて、白い壁に綺麗に並べられている感じを想像するかと思うんですけども、今回そういう感じではないです。もうこんな感じです。今のこんな感じです。もう俺の家に遊びに来てみたいな。ということで今日は個展写真集T シャツの3点盛りのご報告動画でございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ぜひね皆さんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。